フィスボートで女川町の方に来てます。17メートル以上の波が来ている場所になりますので、たくさんの被害があってまだ復興が進んでいないっていう状況があります。そういうのも実際に感じていただいて持って帰っていただきたい。